マックスとモーリッツ7つのいたずらの話とは、ドイツの画家にして、詩人ヴィルヘルム・ブッシュにより、1865年に発表されたドイツ語の絵本である。この極めて独創的でブラックユーモアに満ちた物語は、全編にわたって韻を踏んだ対句で記述されている。この絵本は最初期のコミックストリップである、カッツェンジャマー・キッズに直接に影響を与えており、漫画史における重要な作品であると考えられている。また、マックスとモーリッツは1887年に、WAMPAKU物語の題で、渋谷慎次郎及び小柳津要により、ローマ字訳された、日本で最初に翻訳されたオリジナルの絵本でもある。このブッシュによる二人のいたずら小僧を描いた古典的な物語は、現在パブリックドメインとなっており、英語圏における相対的な知名度の低さにもかかわらず、ドイツ語文化圏の一角を代表する作品となっている。今日でもドイツにおいて、この物語はしばしばマスコミで取り上げられ、広く親しまれている。マックスとモーリッツの子憎らしい顔は、いたずら小僧のシンボルであり、広告ロゴや落書きなどで頻繁に使われている。マックスとモーリッツは、パンのかけらを糸で縫い合わせて、年寄りの後家さんが鳥を飼っている中庭に置きっぱなしにし、糸に絡まった鳥たちは宙吊りになって死んでしまう。後家さんが死んだ鳥を丸焼きにすると、マックスとモーリッツは後家さんの家の屋根に忍び上がる。後家さんが厨房を離れた隙に、二人は釣り竿で煙突を通して丸焼きを盗み出す。飼い犬の吠える声を聞いて厨房に駆け戻った後家さんは、へっついが空になっているのに気づき、飼い犬に折檻を加える。マックスとモーリッツは流れの速い川の前に住んでいる人の用意した手矢を苦しめる。二人は川にかかっている木の板にノコギリで切れ目を入れてから、した手矢が家から飛び出してくるまでからかい続ける。橋は壊れ、した手矢は川に落ちて溺れかけるが、2羽のガチョウに捕まって辛くも助かる。生真面目な先生が教会でオルガンを弾いている間に、マックスとモーリッツは先生の家に忍び込んでお気に入りのパイプに火薬を詰めておく。先生がパイプに火をつけると、パイプが爆発して先生は気絶し、顔は真っ黒にすすけて、髪の毛はみんな燃えてしまう。マックスとモーリッツは袋いっぱいのコガネムシを集め、おじのベッドにこっそりと隠しておく。眠り込もうとしたおじは、鼻の上を、コガネムシが這い回っているのに気づく。ぞっとしたおじは必死になって靴でコガネムシを片っ端から叩き潰す。マックスとモーリッツはパン屋が休みだと思って店の中に忍び込む。プレッツェルを盗もうとした二人はパン生地のタンクに転がり落ちる。戻ってきたパン屋はパン粉にまみれた二人を捕まえてへっついで焼き上げる。しかし二人は生きていて中からパン粉を食い破って逃げ延びる。農夫の穀物倉庫に隠れたマックスとモーリッツは穀物袋にいくつも切れ目を入れておく。戻ってきた農夫はすぐにいたずらに気づく。農夫は穀物の代わりに二人を袋の中に投げ込んで水車小屋へ持っていく。マックスとモーリッツは引き薄で細かくすりつぶされてアヒルの餌にされてしまう。二人が死んでも悲しむ者は誰もいなかった。ケルンにあるマックスとモーリッツの噴水、ヤギ飛びしながらもその反骨精神は、現在1922ブークハンドラングスターベフォック、ライプツィヒ。ありがとうございます。